簡単な漢字打掌の直し方。衛生管理に加え、食生活がバクテリアや菌の増殖を増長していないか確認しましょう。精製された白い小麦粉や砂糖は避けましょう。多くの女性がよく漢字打掌に悩まされています。漢字打掌は、かゆみ、焼けるような感触、炎症、尿の変化などの不快感を伴います。日常生活だけでなく、性生活にも影響を与えます。そこで今回は、自宅で簡単に漢字打掌を治せる自然療法のお話です。ひとつまみの重曹。感染症が起きると、膣の酸性度に変化が加わり、通常よりも酸性が強くなります。これを通常のレベルに戻してあげるためには、ひとつまみの重曹を直接陰部に塗り、バクテリアや菌の増殖を抑えます。陰部を石鹸やジェルなどで洗う必要はありません。理由として酸性化を招くからです。ココナッツオイルやグリセリンなどで作られているオーガニックの石鹸を選びましょう。もしくは、お湯に重曹を少量混ぜたもので洗います。ニンニク療法。他の記事でもお話したかもしれませんが、ニンニクはパラサイト、寄生虫や菌と戦うのに最良の措置です。ニンニクを食することで病気に対する抵抗力を高めることができますが、より直接的に漢字打掌と戦うには、皮を剥いた生のニンニクにフォークもしくは楊枝を刺して栄養分を出し、そしてそのまま膣の中に入れるという方法があります。ニンニクを滅菌ガーゼに包むと油分を吸収し、ニンニクが外部へ出てしまうのを防ぎ、若干取り出しやすくなります。この療法はベッドに入る前に行うのが一番効果的で、3夜続けて行います。バージナルリンス。バージナルリンスは、腸の環腸と同様、シリコン製で、球状の容器もしくは、注射器により実行されます。球状の容器は、中に液体が入っており、球の反対側を、膣に挿入し、球を圧迫することで、中に液を送り込みます。液体を数分入れたままにし、その後トイレで放出する方法で行います。常温もしくは少し温めてから使用します。効果的なバージナルリンスと作り方。タイムは感染症と戦う薬用植物です。タイムの消毒効果が酸性化の恐れを気にすることなく、体のあらゆる部分を殺菌します。かなり濃いめの煎じ茶を使用します。ヨーグルトと塩水、この2つのコンビネーションは最良の自然薬品です。ヨーグルトは健康な膣内細菌草むらを作り、塩水は酸性度を取り戻し、ミネラルを与えます。ヨーグルト 50% に対して塩水 50% の割合で、よく混ぜて作ります。
無農薬のアップルサイダービネガー。ビネガーも古くから女性の療養に使われてきました。病原体と戦うだけではなく、健康な膣内細菌草むらを作ります。発酵させた生きたビネガーで、できれば無農薬のものを選びましょう。乳酸菌のサプリメント、カプセルの中身を水に溶かし、その液体で陰部を洗い流します。その他のコツ。もし健康上の問題を自然に解決したいと思ったら、栄養面、生活習慣の見直し、必要であれば医療による治療プランの取り入れなど、違った角度から取り組むことも考慮しましょう。感じた症で大事なことは、食生活から精製された小麦粉と砂糖を取り除くことです。加えて、月見草オイルとルリジサ、ボリジ、オイルカプセルを夜に取るとオメガ3を摂取でき、良い効果をもたらします。